皆さんこんにちは。都市環境学科の時間です。本日は私細川とこちら木内です。木内先生とお送りしたいと思います。よろしくお願いいたします。まずは、私の自己紹介からさせていただきますけども、私はこの北海道科学大学の前身の北海道工業大学時代の、建築工学科の卒業生でもあります。ですので、かれこれ18歳から今までですね、約30年ぐらい、この大学でいるわけなんですけども、ですのでいろんなことを見てきましたし、現在の、北海道科学大学が非常に素晴らしくですね、変わってきたなっていうのを、ずっと見てきましたので、今日は何かいいお話ができたらなと思っております。で、私は今は都市環境学科で土木分野の学生の、指導をね、していますけれども、もともとが建築で、そして研究の分野が雪氷工学という、積雪寒冷地のいろんな問題を技術的に解決するという、そういう研究をしていますので、もう土木とか建築とか関係なく、時には機械とか電気とかそういった分野の人たちともコラボレーションしながら、研究をしています。まあ、そんな中で、今日は都市の土木系のですね、分野について、皆さんにいろいろ知っていただければと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。それでは木内先生、よろしくお願いいたします。はい、木内と言います。実は私も、細川先生と同様にですね、前身のですね、あの北海道工業大学を、卒業しまして、私はちょうどあの都市環境学科の前身の土木工学科というところを卒業したんですけども、ですからもうかれこれ、そうですね、もう30年ぐらいになりますので、ね、まあ2人とも50近くのおっさんですね。そうですね、はい、30プラス18、そうですね、はい、私ちょっともうちょっと言ってますけど、はいはい、それでまあそうなんです、それはさておいて、で、そういうところで、まあ、土木を学びましたので、そのままこちらの方で、都市環境学科の教員をしています。で、まあ、専門の分野はですね、主に、皆さんが知っている都市環境の中で、よくある水の分野になります。で、水というと例えばですけれども、皆さん思い浮かぶのは、河川、川だとか湖だとか海だとか、そういった、ところを思い浮かべると思います。で、そういうところでですね、あの実は、実際にその水っていうのは水が循環していますので、例えばですけれども一部は、飲み水だとか生活の用水なんかに使われます。で、その後はじゃあどうするかというと、じゃあ下水で実際に管を通って、川の方に排出されますよ。で、大きな括りで言うと、水っていうのはそういった、地球規模、いわゆる世界規模で水をこう循環してるんですね。で、そういったところの中の、環境だとか、そういった物理的なものだとかっていうことに関して教育研究を今しています。いわゆるちょっと水の分野なんですよっていうふうにちょっと理解していただければなっていうふうに思います。はい、はい、ありがとうございます。非常にあの広い、そうですね、守備範囲が広いんですよね。うん、あの地球規模で水の大循環という言葉がありますけどね、うん、海から、ね、蒸発した水が山に行って川に行ってまた海に戻る、そういうぐるぐる回る中の、循環、それを、ね、研究してますけども、まあ、その中で私の扱っている、ね、雪なんていうのも、うん、その水の、ね、固形の水なわけですから、非常に関連が深いです。そしてですね、この都市環境学科にいる教員のメンバーですね、これもまた非常に幅が広くてですね、うん、中には、まあ、木内先生と同じように水関係の港のことをやっている先生もいますし、それから、道路のことだとか、うん、地盤のことだとか、それから交通のことだとか都市計画のことだとかですね、本当に幅の広い分野を扱っています。で、それぞれの教員の出身もですね、また多岐にわたってですね、もともと公務員で技術系のことを研究をしたりしていて、そして、大学に来る直前には海外で技術指導をしてこられた先生もいます。それから民間の建設会社の研究所で、いろんな技術を研究して、その後に大学に来られた先生もいるし、あるいは大手のですね、建設コンサルタントでバリバリにこう空港の設計なんかをね、していた先生が、現在教鞭を取っているなんていうね、そういう先生もいます。非常に多岐にわたる分野でいろんな経験を積んだ、人たちが、学生の教育に当たっているというね、そういう、スケールの大きい学科になるかなと思います。はい、それではですね、はい、今日のコンテンツをちょっとご紹介したいと思うんですけれども、全部で9つあるんですが、当然この30分ではですね、絶対収まらないと確信しております。ですので、まあ、続きは YouTube でご覧いただきたいなということでですね、はい、まず1つ目 YouTube 始めますということで、はい、ちょっと宣伝をさせていただきたいんですけども、はい、都市環境学科では、この YouTube
チャンネルをですね、開設をしたばっかりなんですけども、この我々2人ですね、おっさん2人がもう勝手なトークを、まあ、勝手と言ってもですね、ちゃんと真面目にはやってるんですけども、はい、いろんなことを高校生の皆さんにお伝えできる方法はないかなということをですね、考えてこの YouTube チャンネルを開設しています、はい、で、今日最初からご覧になっていただいている皆さんは、工学部の中でもここにこの場にですね、いろんな機材だとか資料を持ち込んでですね、説明をしていた学科もあるかと思うんですね。ところがこれから紹介する都市環境学科はですね、この部屋に持ってくることができないものばっかり扱ってます。ダム持ってこれません、川持ってこれません、はい、ね、実際にお見せできるのはこの教室ではなくて外なんですね、うん、ですので、じゃあどうやって見せたらいいかということで YouTube チャンネルを使ってですね、我々が逆にその現場に行って体当たり取材をしてきて、それを皆さんにお伝えするっていうね、そういう方式を今考えて、います、はい、ですので、ぜひですね、この YouTube チャンネル、北海道科学大学都市環境学科で検索をしていただいて、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、今日はですね、この、放送の中身であふれた部分に関しては、YouTube チャンネルで、後々アップしていきたいなと思っておりますので、ぜひよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします、はい、それでは、次のコンテンツね、いきたいと思います、はい、建築学科との違いということなんですが、実はですね、私細川は昨年度までですね、都市環境学科の入試広報の担当をしておりました。その中で年間ですね、だいたい400人ぐらいの高校生の皆さんと面談をする機会があってですね、その中でいろんなことをこうお伝えしてきたんですけれども、その中で一番多く聞かれたのはやはりですね、この建築学科との違いって何ですかっていうことなんですね。皆さんはやはり建築にしようか土木にしようか都市環境にしようか、でもその違いがよく分からなくて悩んでいるっていう方がね、多いのかなと思います。で、今年度からはこちらのですね、木内先生が入試広報の担当なんですけども、ね、そう、もう今年はちょっとこの状況なので、ちょっと高校生に会えないのがものすごい、ね、残念ですね、もう残念なんです、はい、ですので、まあ、今日はですね、まあ、こういうチャンネルを利用してお伝えできればというふうに思っているところです、うん、はいはい、それでは早速ですね、この建築学科との違いっていうね、うん、何なのかということなんですが、こちら前回の放送をご覧になった方には見ていただいたかと思うんですけども、うん、建築も都市環境もともにですね、この暮らしを支える技術っていう点では、共通しています。でもですね、扱うフィールドがちょっと違うということなんですね、はい、それでは具体的に建築学科の、ね、対象を見ていきたいと思うんですけども、こちらにあるような、ね、住宅ですね、先ほど言いましたように私建築の出身ですからよくわかるんですけども、こういった住宅のデザイン設計、そして、住環境のね、快適な環境にするにはどうしたらいいかということも、考えますし、そういったものを、ね、扱います。そして、こちらですね、今度はこれでご存知ですか、東京駅ですね、東京駅、こういった公共建築物っていうね、ものも扱っています、多くの人が利用する建物、こういうものをどうやってね、作っていこうか、どういうデザインにしようかということも、やっていきますね、はい、それから、こちら、ね、もっと大きくなりましたね、もっと大きくなって、都庁ですね、超高層ビルっていうね、ものなんですけども、こういったものの設計施工ね、こういうことをやっていきますね、はい、では、はい、あ、今度はもっと大きくなった、はい、スカイツリーですけども、こういった構造物、これもですね、建築の分野の、設計のお仕事、設計施工のねお仕事ですね、はい、今見てきていただいたように、我々、まあ、国民市民がですね、生活をする、いろんな活動をする、うんうん、その時に使われる器ですね、入れ物、うん、そういうものを設計したり、ね、していくのがこの建築の分野ということになります、うん、で、都市環境との違いを端的に、表すときに一つ覚えておいていただきたいのは、はい、扱う対象のエリア、エリアですね、建築は大なり小なり、このエリアが敷地という単位なんですね、ある一定の規模の敷地の中にどんな建物をどうやって作っていこうかっていうのが建築の分野になります、はい、これを覚えておいてください、はい、それではこちら都市環境学科ですね、はい、都市環境学科はですね、最近ちょっと
自然災害なんかもねまた多くなってきているので、着目されてますけどね、こういったあのダムですね、こういうものを設計したり作ったりっていうことをね、やっています、はい。それから、こちら新幹線ですけどもね、新幹線のこの車体自体はですね、機械工学だとか、電気情報の分野なんですけどもね、これらを走らせる線路、トンネル、橋、そういったものは全て、都市環境の分野の仕事なんですね、これが、まあ、札幌にはね、あの平成30年、ごめんなさい、令和2030年ぐらいにはあの開通するということですけれども、はい、こういった仕事をやっています、はい。そして、今度はこの大きな橋ですね、これ、本州四国連絡橋ですね、はい。こういった大きな橋なんかも扱っているのは都市環境の分野と言えます、はい。続いて、こちらは港ですね、函館の港ですけども、こういった船の海の港ね、そういうのを扱うのも、もちろん都市環境、そして港だけじゃなくて港の安全ですね、津波を防止するための防波堤だとか、そういうのも扱います。そしてもう一つ、はい、空の港ですね、空の港、空港です、出てきます、はい。空港の、ターミナルビルを、ね、作るのはもちろん建築の分野ですけれども、滑走路から周りの環境を、ね、作っていくのは土木の分野なんですね、はい、はい。そして、今、ね、見てきたのはちょっと硬いものが多かったですけどもね、今度はこちらのですね、公園ですね、緑地というものがありますけども、こういった市民や観光客に対してですね、憩いの場を作るというのも、もちろん土木の分野です、でこれは単にね、憩いの場というだけではなくて防災上ですね、大切な分野、設備なんですね、はい。こういうのを、ね、扱っていく、分野になります。そして、建築との違いというところで先ほどエリアの話を、ね、しましたけども、この都市環境土木の分野の扱っているエリアというのは建築が先ほど敷地というものでしたけども、土木はそれをぐーっと広げていって、国土っていう単位になります。山のてっぺんから海まで幅広いエリア、国土というものが、扱う対象になります。でこの国土の中にいる我々、国民の生命とか財産を守っていく、そういう仕事を、していくというのがですね、この土木の分野になるかと思います、はい、はい。この大きな違いですね、敷地と国土っていう、ね、そうですね、その対象が全然違うんだということで、スケール感をちょっと持っていただければと思っています、はい、すごいですね、はい、分かりやすくてちょっと聞き入ってしまいました。ありがとうございます。大変分かりやすかったです。本当に高校生にね、理解していただくためには、極端な例だったかもしれないんですけども、はっきりと違いをね、説明できるかなと思います、はい。それでは時間もね、どんどん進んでいきたいと思うんですけども、はい、今度はですね、地図に残る仕事、ちょっとどっかで聞いたことありますかね。まあ、どっかでね、パクリじゃないんですけども、はい、こちらご覧ください。パクリじゃない。パクリじゃないです。あの僕らが言った言葉じゃなくてね、あの大手の建設会社さんの、キャッチコピーになりますけども、左側ですね、こちらから上の方ですかね、この辺が、大手の建設会社である大成建設さんのですね、よく CM でご覧になった方もね、いるかと思うんですけども、この地図に残る仕事というものですね。大成建設さんももちろん、ゼネコン、総合建設業っていうね、業態ですけども、土木も建築も両方行っていますね、その中で特に土木の分野というのは、一度作るとですね、50年100年残る仕事ですから、もちろんこうやって、地図に残る仕事と言えるでしょうね、はい。最近あの新しい CM もね、そうですね、出てまして、出てます。実はこれ手稲のね、風景が描かれてたりなんていうのね、ご存知の方いるでしょうかね、はい。それからもう一つですね、こちら右側ですね、右側の方には、子どもたちに誇れる仕事をっていうね、ものが書かれています。こちらも大手建設会社の、清水建設さんのですね、キャッチコピーになりますけれども、はい、まあ、どんな仕事でもですね、あの一生懸命やってる仕事は子どもたちに誇れる仕事と言えるんですけれども、先ほども言ったようにですね、50年100年残る地図に残る仕事が、実はこれ父さんが作ったんだぞ、父さんが設計したんだぞっていうことをね、言えるということは、やはり
子供にね誇れる仕事なのかなというふうに感じます。はい、あ今だとそうですね、お母さんが設計した、お母さんも、お母さんも関わる、うんね、あの女性がね、どんどん今進出してきている、うん、そういう分野になりますね、はい、はい、さてさてさて行っちゃいますか、次次行っちゃいますか、はい、はい、あのまあ先ほどの地図に残る仕事ですけどもね、うん、あのなんか言わせたことありましたっけね、あのそうですね、誇れる仕事っていうね、そうそうそう、ことあったんですけども、うん、建築と土木の違いの中で、そうそうそう、もう一個忘れてました、うん、大事なことね、あの建築の分野ね、例えばこのスカイツリーを設計したのは誰々さんです、東京ドーム設計したのは誰々さんです、設計者の、うん、名前が、ね、出てくるんですよね、うん、はい、でも土木の扱っている分野のダム、これを設計したのは誰ですよとか、うん、高速道路これ誰設計しました、橋誰設計しましたっていう言葉はですね、我々この分野にいてもほとんど聞いた記憶がありません、うん、これは何でかというとですね、建築物は大半が民間の施主、建て主がいて、それを民間の企業が設計したり、あの人がね設計したり、うん、して作られていきます。で使うのもその個人だったりっていうことがねありますから、うん、当然誰が建てて誰が設計してっていうね、あの個人名が出てくるものなんですね。一方で、ダムとか橋とか高速道路ですね、うん、こちらは誰のお金で作ってるかっていうと税金です。国民の税金で作られている、うん、ですから発注者は国なんですけども、持ち主は国民って言っていいんですね、うん、そうです。ですから公共のものです。公共のものを、しかも5年や10年、ね、2、3年でできるものではないですね、5年10年、うん、あるいはもう30年とかね、経ちま す, そうです、ね、新幹線だって作るのに、ね、10年以上かかるわけですから、うん、そういう意味で考えるとその中に携わる、関係者っていうのも100人1000人と、うん、非常に多くの、ね、人たちがいます、はい、ですから、公共のものをより多くの人で作るということで、うん、個人名はもうそんなの関係ないよねっていうね、そう、そういう域にまで、まあ、超越した考え方があります、うん、ですから個人っていうね、そういうものが出てこない。ですのでたった一人のヒーローっていうのはね、建築のように出てきませんけども、うん、非常に多くの、ね、地図に残る誇れる仕事をやってるんだっていう自負がね、我々の技術を支えているのかなというふうに思います、はいはい、これね言いたかったんですよね、それを言いたかった、はい、はいはい、で、それでですね、はい、次の話題なんですけども、自然災害、ね、最近非常に多くなってきて、ね、うん、困っていますけども、はい、この自然災害に関わるのも我々の、ね、この土木の分野非常に多いですね、うん、そしてあの例えば防災っていう言葉があります。自然災害から国民の生命財産を守る防災っていうのは、災害が起きる前にいろいろね考えて作っていくものなんですけども、我々が扱っているのはそれだけじゃなくて、実際に、ね、今回もありましたけど洪水でいろんな被害が起きました、うんうん、でもそれをいち早く復旧するっていう仕事ですよね。それもそうです、うん、非常にやはり日本の土木技術進んでますから、この復旧作業もすごいスピードですよね、うん、はい、すごいスピード、あの災害が起きてもう何日かでね復旧してきます。そうやって、我々の生活をね守っている仕事なんですけども、うん、その中で皆さん自身は災害の実感ってねどうですかね、ありますかね、自分、うん、実際自分の身に起きてみて、いや想定外でしたって皆さんね言っちゃうんですよね、うん、想定外を想定ちゃんとしておかなきゃいけないんですけども、そのためにはいろんなねやはり経験も必要なんですよね、うん、で、豪雨の災害最近ありましたけど1時間に100ミリとか分かんないですよね、これね実際どんなものが、うんうん、100ミリとかね、20ミリ30ミリでも警報来ますよね。そうです、それが100ミリってなるともう想像つかない、ね、もう想定外って言いたくなるのは分かるんですけどもね、はい、じゃあ実際に豪雨ってどんなものなのっていうことで、実は僕が体当たり取材じゃないんですけど収録をね、うん、はい、してきました、皆さんにどうやったら伝えられるかなと思って豪雨の、ね、装置を作ってみたんですね、はい、作ってみた、やってみたということで、うん、都市環境学科のテミタシリーズを作りました。でこれもまた YouTube でね載ってますのでぜひご覧いただきたいし、今後もいろんなテミタをね、やってみた、行ってみた、作ってみた、うん、考えてみたとかね、聞いてみたとかってね、はい、そういうのをやってみたいんですけども、はい、まずはじゃあ今日は、その最初の、
第1弾としてですね、これ第1弾ですね、豪雨を体験してみたということでお送りします。うん、はい、それでは都市環境学科のテミタシリーズ第1弾、豪雨の中に入ったらどうなるかやってみた、早速やってみましょう。しましたね、もう実際ですね、これ何ミリか測れませんでした。ごめんなさい。本当はね、これ何ミリって言いたかったんですよね。で実際の豪雨はね、風吹きますからね。あっという間にべっちゃべちゃになります。ね、ずぶ濡れになるでしょう。はい。傘がね、重たかったですよ、これ。周りもね、だいぶ水浸しますね。周りも水浸しです。あ、早いね。はい、瞬間芸です。体験してもらいましょう。はい、今度ね、頭にカメラつけてちょっと体験してください、皆さん。周りの音がよく聞こえません。もしこれが暗い時間帯だったら本当に怖いですね。顔にね、水が当たると本当に視界が遮られてしまって、さらに怖いんですよね。でそんな中避難するって考えたら怖い、ですからやっぱり避難勧告とかね、避難指示っていうのがありますけど、それにはもう早め早めに対応していただければなと思います。はい、まあ、こんな感じでテミタ、ね、いろいろやっていきたいので、もしですね、リクエスト欲しいですね、細川こんなの体験してこいと、はいね、やっていただけると、リクエストいただけるとぜひ、やれるかなと、モチベーション上がってきますね、これね。まあ、命は大切です。命は、そこはしっかり、ね、はい、安全と安全まで倫理、安全大丈夫、そうそう、はい、守りながらやっていきたいと思います。はい。はい、それではですね、もう続々いきます。はい、次は、はい、次はですね、最新技術ということで、この都市環境の分野、土木の分野はですね、コテコテの古い、ね、理論っていうのももちろんあります、でそれを大学ではしっかりと基本を教えるっていうこともねやります。例えば測量なんかもね、先生測量のね、はい、実習担当してますけども、都市環境は、ね、卒業すると測量士の資格はね、ゆくゆくはそうですね、もらえるんですよね、はい、試験なしでもらえるんですけども、はい、そのためにはやっぱり、ね、現場では使わないような、そうそう、平板測量とかね、そういう、基本技術も勉強します。でもそれだけやってたんじゃね、現場行ったら、今はね、今はもうそんな時代じゃないですね、もうコンピューターがね搭載されてたりとかしますから、ついていけなくなってしまうんですね、でも、都市安心してください、都市環境はそのさらに先をね見据えて、こんなことをね、やってます、はい、これ最近のですね、この土木系 の、最新キーワードなんですけども、アイコンストラクションと、それからこちら CIM って書いて SIM って読みますけども、はい、この2つですね、これを、都市環境の教育の中で、これからですねどんどん取り入れていきたいなと思っているところなんですね、はい、で SIM、 あ、ごめんなさい、アイコンストラクションですね、こちらですね、国土交通省のね、ページから借りてきましたけども、まず代表的なところはですね、こちらのね ICT、まあ、情報技術ですね、これを全面的に利用した、仕事をしましょうということで、主にですね、この3次元測量だとか、3次元、データ設計ですね、それから ICT 建設機械ですね、重機がありますけど、これをですねコンピューター制御して、安全に施工を行うっていうようなことも進められています、例えば危険な土砂災害のね、危険な地域に人が乗った重機がね行って、もし崩れてしまったら困りますから、そういうところではコンピューター制御された重機が行ってね、道を切り開くとか、そんなこともねやってます。無人化ですね。無人化ですね、はい、で、このドローンを使ったり3次元データでね、設計をしたりっていうあたりをですね、今年度から都市環境学科では取り入れて、やっていきます。でもう一つですね、はい、こちら SIM っていうものですね、コンストラクションインフォメーションモデリングとかマネジメントっていうね頭文字を取って CIM、 SIM と言います、はい、で、こちらですね、調査設計から、よいしょ、調査設計から施工、そして、維持管理までっていうね、構造物のライフサイクルずっと追っかけてですね、情報、電子情報ですね、そういったもので、共有していきましょうということで、調査の段階からですね、
あの 3D で撮ったりだとか、デジタルでね、あの 3D の設計図を作ったりだとか、施工する時もですね、ものを作る人たちがあの例えば VR とかを使ってですね、あの情報共有しながらこんな風に作っていくんだっていうねことをやっていきます。そうすると若手の技術者でも熟練の人たち の、 あの視点をね取り入れたりだとかっていうことも要因になってくるんですね。はい、そういうのが、このSIM という、ね、世界なんですけども、これをですねいち早く取り入れてる、はい、あの会社が、ね、ありますので、卒業生のちょっと取材をしてきましたんでね、ご覧ください。こんにちは、西江建設株式会社の横田です。早速ですが、横田さんは普段どんなお仕事をされているんですか？はい、私は土木部情報化推進室に所属していまして、自動制御できる重機の設計データ作成や 3D 測量ができるレーザースキャナーを使って測量しています。へえ、なんだか最先端技術を駆使したお仕事ですね。もう少し具体的に見せていただくことはできますか？はい、もちろんです。これまではですね、図面等で 2D でしか確認できなかったことが 3D で確認できることになりました。液型管理や図面作成も可能です。すごい、実際の建設現場も見てみたくなってきたんですけど。はい、それでは行きましょう。横田さんに連れてきていただいたのは、帯広市内から車で40分ほどの豊頃町を流れる十勝川に架かる豊頃大橋。全長984メートルの橋の耐震補強や傷んだ部分の補修工事をしているそうです。横田さん、今日はどんな作業をするんですか？今日はこのレーザースキャナーを使って測量をします。後ほど取得した3次元データをお見せします。なるほど、どんな風になるか楽しみですね。それでは先ほどのデータを確認します。はい、これで出来上がりです。早い、もうできちゃったんですね。しかもすっごくリアル。これだけの作業があっという間にできてしまうならお仕事もはかどりますね。そうですね、作業時間を短縮できた分他の仕事にも当てられますし、定時で帰れます。なるほど、最新技術を使って正確で効果的な仕事ができて、その上働き方にも変化が生まれるって素敵ですね。ところで横田さん、この動画を見ていただいている大学の後輩や高校生にメッセージをいただいてもいいですか？はい、現在の建設業は3次元データなどを使用する ICT 施工が進んできています。従来より品質よく正確に施工することができ、とてもやりがいのある仕事です。皆さんで建設業を盛り上げましょう。横田さん、今日はどうもありがとうございました。はい、ということでですね、卒業生もね、こういった最新技術の担当者としてですね、頑張って、います。はい、で、今年度都市環境学科が導入するですね、ドローンについてもちょっと紹介をね、したいと思うんですが、はい、ドローンの大手のね、DJI っていうね、会社さんから動画をいただいてますので、そちらをご覧いただきたいと思うんですが、はい、こちらちょっと21年度って僕書いてしまって間違えました。20年度ですね、今年度です。はい、We started using drones for surveying and 3D data generation. GPS の強力なね、GPS を積んでますので、実際にこう図面に生かしていけるんですけども、地上のね GPS とリンクしながら、飛行しながらですね、で、航空測量っていうね、写真を何万枚っていう写真をね撮って、その中で、3次元データっていうものをね取得をしていきます。Compact and flexible, and therefore can be a useful tool for our teams at Staubach.
でこのドローンはですね、あらかじめプログラムをして、この場所を飛ぶんだよっていうね、測線っていうんです、計測をする線ですね、これをプログラムされていますので、そこをしっかりとなぞりながら、飛行していくっていうね、自動航行っていうね、そういう機能が、あります。はい、今年これをね導入して、皆さんがね使えるようにプログラムを作っていきたいなというふうにね考えて、はい、います。If the area is too large to map on a single battery charge, the Phantom 4 RTK also offers the opportunity to choose. でこの図面を作成するね、3D CAD だとか、そういった部分、あとは写真を解析するねソフトなんかは、福井コンピューターさんっていうね会社にお世話になって、導入をしていますので、一式航空測量から図面化していくところまでね、全部、やっていけるようになってます。はい、学生時代にこれをねできるっていうのは非常にメリット大きいかなと思いますね、うん、実際に会社入ったらねおじさん方できない仕事を若手がバリッとやれるっていうのはね、うん、非常に心強い技術じゃなんじゃないかなと思いますよね。ぜひそういう技術を身につけていただきたいなと思っています、はいはい、それではね時間もちょっと押してしまったのでまあ、そろそろね終わりたいなと思うんですけども、うん、今日我々なんか違和感ありませんか？同じポロシャツ着てこれ、うん、別に仲良しだからじゃないんですよ。ちゃんとこのちょっとここ、はいはい、これね、はい、うちの学生に配ってるポロシャツです。ユニフォームですね、はい、うちの都市環境の学生ですね、このボランティア活動も非常に盛んにやってます、雪かき隊だとかねグランド守り隊っていうね非常に有名な、グループなんですけれども、うん、こういったことを通して、国民のために仕事をする役に立つ仕事をね、していく、それが、大学生の段階から地域のために何かできることを、うん、していこうということで、このボランティアを積極的にね本当に学生は積極的にやってくれています、はい、うん、はい、まあ、そういうことで、社会に出る一歩手前の大学生の生活の中から、社会とのつながりをつけつつ、 ね、そして、最新技術も学びつつ、うん、ね、国民の生命と財産を守るこんな素晴らしい仕事をね、やっていけるってい う、 そ う、 そういう学科なのかなと思っております、うん、はい、で今日はやはり時間、ね、予定通り時間を、ね、オーバーしました、うん、はい、これ以上ねお話しするとディレクターに怒られますので、はい、はい、そろそろ締めたいと思うんですけども、はい、だいぶ怒ってるんで飛ばします怒り顔が早くしろって顔あとで怒られそうなんで、ね、はい、これ編集でねカットしてください、はい、というわけで、はい、都市環境学科のね紹介以上で終わりにしたいと思うんですけれども、今回この YouTube で、いろいろお送りしてきました。今後も、うん、都市環境の YouTube ぜひご覧ください。そして、はい、もし機会が、ね、うん、できましたら、ぜひリアルのオープンキャンパスとか見学会だとかね、はい、この後催しあると思いますので、うん、ぜひご参加いただいて、このおっさん2人のリアルトークぜひ聞いてくださいと、はい、いうだけじゃなくって本当に冗談抜きで、うん、実物の校舎施設ですね、うん、見ていただくっていうことが本当に大事かと思います。で当然ながら他の大学ともがっちり比較をしてください、うん、はい、もうどんどんやってください。その中で、ぜひですね北海道科学大学気に入っていただけたら、うん、一緒に最新技術まで、はい、勉強してい ければなと思っております、我々はそういった、皆さんのね頑張りたいっていう気持ちを、支えていければなと思っております。はい、ということでもう35分経ってしまいました。ごめんなさい、ごめんなさい、はい、ということで、またどこかの機会で皆さんにお会いできることを楽しみにしています、はい、それではまたお会いしましょう。さよなら、さよなら。